こんにちは、サラです。ポーチ第2弾と月90円のメンバーシップもよろしくお願いいたします。ということで、今回はもう乾燥が気になる季節ということで、この間まで夏で暑かったのに急に乾燥が気になる、おかしい。今回は乾燥といえばで最近大人気のブランド乾燥さんのメイクアイテムを全種類レビューしていきたいと思います。もしこの企画助かる、参考になるって思ったら、高評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。まずこちらです。保湿力スキンケア下地、現在4種類出ているんですけども、こちらの保湿力スキンケア下地の共通点が、朝の洗顔後の肌に伸ばすだけですぐにメイクに進める6 in 1アイテム。6の要素がですね、化粧水、美容液、乳液、クリーム、UV カット、化粧下地です。一石六鳥、石鹸オフタイプになってます。最近で、ね、気づいたんですけど、乾燥さんのロゴってここがさ SOS になってるよね。ここだけ太字だよね。乾燥から助けてっていう、そういうなんかメッセージなんですかね。最初にこちらから紹介していきます。こちらが一番ベーシックな保湿力スキンケア下地です。SPF37PA3+、 保湿成分としてワセリン、ナイアシンアミド、アミノ酸、セラミドが配合されてます。薄付きなのにすんごくしっとりして、メイクのりが良くなります。個人的には今回紹介するこのチューブタイプの下地の中で一番伸びが良くて保湿力がある気がしています。最近ねハマってるしょうもない遊びがあるんですけど、乾燥さんの下地の先端ってめちゃくちゃ細いんですよ。こんな感じで先端が細いから絵を描きやすいんですよ。顔にのせるときにいかにこうロエベのロゴにできるかっていう遊びをしてるんだけど、ちょっと今回失敗だわ。うまくいったらね本当にロエベになるの。ロエベ持ってないんだけど、すいません、皆さんの気を散らせてしまいました。こんな感じで透明なのでトーンアップとかはないんだけど、スキンケア感覚でスルスル塗れる。やっぱいろいろ使ってるけど、この価格でこのしっとり感と使い心地の良さはやっぱり人気なだけありますね。次がこちらです。保湿力スキンケア下地カバータイプ SPF40PA3+、 こちらもワセリン、ナイアシンアミド、アミノ酸、セラミド配合。さっきと反対側に塗ります。50点ロエベ。こちらはノーマルタイプよりもほんのりカバーしてくれます。ノーマルタイプより若干伸びが硬いんだけど、本当に若干、下地界の中ではかなり伸びがいいタイプなので、ノーマルタイプの伸びが良すぎる。色付きタイプの方が SPF 値は高いです。こっちがノーマルタイプ、こっちがカバータイプ。次がこちら、保湿力スキンケア下地シカグリーン SPF45PA3+。 保湿成分がワセリン、ナイアシンアミド、アミノ酸、セラミド配合で、さらにこちらのシカグリーンにはツボクサエキスが配合されてます。さっき塗ったの落としてきたので、こっち半分に塗ります。これだいぶロエベ、今回これ成功です。はい、こっち半分に塗りました。色補正力とかトーンアップ、あとカバー力はもう本当にほんのりかな。こっちが塗ってない方、塗った方。 SPF 値はシリーズ最高値。次がこちら、保湿力スキンケア下地透明感ラベンダー。これね割と最近出たやつですね。 SPF45PA3+、 こちらも SPF 値はシリーズ最高値。ワセリン、ナイアシンアミド、アミノ酸、セラミドとビルベリー派エキスとブライトパールが配合されてます。おお、今回も成功だ。うまくなったわロエベ。こちらもトーンアップ、色補正力はほんのり。これだけパール配合なのでツヤ感は出るんですけど、ファンで塗ったらちょっと分かんないかも。こっちがシカグリーンで、こちらが透明感ラベンダー。
次がこちら、保湿力プロテクトパウダーです。こちらが2色出てるんですけど、共通点が余分な皮脂吸着ヒドロキシアパタイト配合潤いプロテクトとして、シルクパウダー、水溶性セラミド、ワセリン、ナイアシンアミド、アミノ酸が配合されてます。パフがねちょっと変わってて、もちもち感触のクッションファンデのパフみたいなのが入ってて、こちらのパフで肌摩擦を抑える、そして石鹸オフタイプです。こちらがノーマルタイプで、こちらがブライトシカタイプ。まずこちらから、保湿力プロテクトパウダー SPF42PA3+、 ポンポン取るとあんまり肌につかないので、こそぎ取る感じで取ってポンポンと乗せていきます。下地は1回ノーマルタイプ全顔に塗り直してます。そこそこねカバー力があるので、下地とこれだけでもいい感じに仕上がります。パウダーをこうがっつり塗ってるんだけど、かさつかず使えます。クッションパフなので、この鼻の際がちょっと塗りにくいのと、このパフが毛穴に入り込んでくれないので毛穴カバー力があまりない。なので毛足の長いパフに交換しちゃうのもありだと思います。あとブラシで塗るとかね。こういう毛穴がこのパフだとちょっと埋まりにくい。こっちが塗ってない方で、こっちが塗った方です。結構綺麗だよね。しっかり色ムラとかカバーしてくれます。次こちら、保湿力プロテクトパウダーブライトシカ SPF42PA3+、こちらはグリーンパール配合で肌の赤みをカバー、さらに肌荒れ対策でツボクサエキスとビタミン C 誘導体が配合されてます。こちらはさっき塗ったものよりもトーンアップ力が高い。かなりトーンアップします。ファンデーション塗った後に薄く重ねるのがおすすめ。グリーンパール配合なので顔が緑に輝くんですよ。こことかでもまあ自然な立体感が出て涼しげな印象にはなります。肌全体の赤みが気になるっていう方にはいいと思います。次がこちら、保湿力スキンケアバーム SPF30PA3+、 ワセリン、ナイアシンアミド、アミノ酸、セラミド配合で石鹸でオフできます。結構固めのバームなんだけど、もうとてつもない保湿力、下地界で一番しっとりすると私は思ってます。これね肌全体に伸ばすのはちょっと大変なので部分使いがおすすめです。私はこういう目周りとか乾燥予防に使ってます。めっちゃしっとりなので、もう何使っても乾燥しちゃうって方にぜひ試していただきたい。次がこちら、保湿力スキンケアバームファンデーション SPF32PA2+、 こちらもワセリン、ナイアシアミド、アミノ酸、セラミドが配合されてます。これ一つで中開けると雫型のパフと中蓋がついてます。これ一つで 5-in-1 効果、下地なしでも使えるタイプ。乳液、美容液、クリーム、ファンデ、コンシーラーの一石五鳥。テクスチャーがすごい、もう触ったらとろける、だけどなんかみずみずしい不思議な感触、めちゃくちゃ滑らか。見てこれ、ムラなく綺麗に塗れてカバー力も高い。こんな感じです。で私が使ったのは02番、めっちゃ綺麗なんですよ。これこっちが塗ってない方、こっちが塗った方。これ1日使ったりもしてるんだけど、バームだからめっちゃドロドロに崩れるっていうこともなく、もちろん乾燥もせず良かった。今ね下地塗ってないんですよ。でこのしっとり感なので、下地と合わせたらもっとしっとりします。次がこちら、保湿力オイルインミスト10月21日に松本清ここからファイン BCL 公式オンラインショップにて数量限定発売。こちらがね最新の商品になってます。これがね本当に最近発売されたアイテム。
いつでもどこでもシュッと一吹き、メイクの上からでも使える、ベタつかずにツヤと柔軟性を与えるオイル成分をたっぷり配合。肌荒れ対策成分としてビタミン E 誘導体とビタミン E、 保湿成分としてナイアシンアミド、ワセリン、アミノ酸、人型セラミド、スクワランが配合されてます。使い方はですね、よく振ってから使います。ファンデーションを顔全体に塗って、ちょっとマットめな肌に仕上げてきましたので、その上から吹きかけます。スプレーの感じは割と広範囲に顔全体にかかる感じ。吹きかけるとこんな感じ。吹きかけて少し時間を置くとこんな感じです。めっちゃしっとり高保湿、オイルインタイプなので肌にツヤ感が出ます。まあ、なのでめっちゃマット肌が好きっていう方には向いてないかもだけど、とにかく保湿力命って方にはいい。はい、ということでいかがでしたでしょうか。そろそろ乾燥対策アイテムを買おうと思ってた方はぜひ参考にしてみてください。チャンネル登録と Twitter とインスタもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。